はいどうも、白コリです。コンコリ。デイブ・ザ・ダイバー、続きを遊んでいきます。それでは、クックスタから見ていきましょう。ふむ、サメ寿司は男の味、強くなった気分。これ、サメのヒレがさ、再現されてる。すごい。サメ寿司、ストロング味。おー、ありがたいですね。これ、かわいい。見た目にもこだわってて、味もいいんでしょう。最高だな。はい、そんな感じで。武器ショップは、今は、あ、ハッシュダーツが作れるのか。睡眠銃ですね。眠ったいものは高いランクで獲得できる。あ、人手とか、あ、毒かな。睡眠効果があるのかな、人手。なるほど、作れますね。でも、持ってくのは今のところ、トリプルアクセルかなねえ。どうしようか。マリンカ、ぼちぼち埋まってきましたね。オニカマスとアンコウは、金色、星3になってますね。エコボッチャーは、貝殻の研究が終わりました。研究ポイント、あと20で、はい、青色。あと、桃色の貝ですね。撮ってないな、全然。そういえば、管理画面見れるようになったんですね。今、どんだけいいねがついてるか。最近の販売料理なんかも見れて、売り上げが高いお寿司たち、料理たち、最近獲得。今、お店の総合評価なんかも見れるんですね。ここでスタッフの様子も見ることができると。OK。それでは今回は石積みの向こう側へ行きましょう。爆弾、あ、待って。ショップショップ。ショップだ。そうだそうだ。売りたいです。これだ。やや大きな純金の塊。500で売れましたね。やった。あと、真珠。これも高値で売れましたと。これもそうですね。銀のお皿も。売りましょう。これお金になるんだ。ありがたいですね。なるほど。これが補助アイテム。ああ、これなら全部買ってってもいいんじゃないですか。あったらめっちゃ便利ですもんね。あ、補助道具スロットがいっぱいになっちゃった。なるほど。で、よく見るとお金があるので、アイダイバーで、スピアガンをまず強化しましょう。ダメージが上がりました。だいぶ見た目もパワーアップしましたね。それで、積載箱かな？やっぱ、たくさん持ち帰れるようになりたいですよね。で、あと空気タンクかな？うん、こんな感じで、今回は潜っていきましょう。ダイブ！はい、ダイビング、スタートです。それでは、このレーダーに従って、あの場所に向かいましょう。待って、ウツボ取ってみたいんですけど、ウツボ取ってみたい。どうやったら取れるのかな？近づいて、引っ込んじゃいますね。あ、一瞬だけ出てくるけど、ウツボの取り方がわからないかもしれない。ウツボの取り方、何があるかな？一瞬だけ、こう、ぐーって出てきた時を狙う？よし、眠り部か。おい。あ、いた。やばい。油断した。結構酸素持ってかれちゃった。めっちゃ油断しちゃった。ごめん、デイブ。ごめんよ、デイブ。予想外だった。死んじゃうわ。眠り深だから、まだ良かったけどね。ほんと危な。はい、鍾乳洞窟までやってきました。だいぶ近づいてきましたね。あ、ここ水流あるところだ。気をつけないと。クラゲ取りたいです。よっしゃ。2回アタックで取れるようになったのめっちゃいいな。まあ、このビリビリの森先があるからだけど。あー！やられた。あんこも。よいしょ。AD。よし。アンコウ習得。あ、ここですね。よかった。着いたようだな。あそこの石積みにコブラがくれた爆弾を設置したまえ。わかりました。ここですね。設置。ちゃんと設置できたか？無線は聞こえるが、ここからじゃよく見えなくてな。もしそこでバラバラになったら、君はサメの餌だぞ。骨も拾えなくなるから気をつけろ。ははは。しれっと怖いことを言ってる。さて、それじゃあ爆弾から離れてくれ。わかった。どのくらい離れればいい？よし、それだけ離れていれば安全だろ。行くぞ。おお。やったー。破壊された。おお、道が開いたようだな。内側からかすかに光が漏れ出ているな。奥に入ってみてくれ。化け物でもいたらどうするんですか？だとすれば、それもまた科学的に有意義な発見だろうな。危険な目に遭うのはデイブなのに。さて、それでは入りましょう。光が溢れ出ている。新しい地域へ移動します。新しい地域に行くって感じなんですね。お、なんだこの絵は。魚人族。魚人族記録室。すごー。わお、ここは。わお、魚人族の記録室のようだな。やはり私のラッキーな予感は正しかった。この地域に魚人族の文明があったんだ。後ろの壁画を見たまえ、こんな深海に人間が潜って描くことは不可能だろう。でしたら、地殻変動で海に沈んだ古代文明の可能性はないでしょうか。いい指摘だ。ただし、あの画風や建築様式は陸のものとは大きく異なっている。ひとまずこの空間を少し調査してみてくれ。いくつか興味深い手がかりが見つかりそうだからな。わかりました。内部を調べましょう。はい。どう見ても自然発生した柱ではないな。謎めいた文字まで刻まれている。壁がすごいですね。迫力。将軍か王様を描いたらしい壁画だ。いかにも強そう。下半身に鱗のようなものが。本当に魚人族？ねえ。顔が怖い。すごい迫力。これは？イルカと海藻類を描いた絵だ。魚人は文字が使えるだけでなく絵も描けたのか。よろしい、そのくらいで十分だ。もう少し研究してみたい。渡したカメラで写真を1枚撮ってきてくれ。わかりました。壁画の写真、ここですね。はい。カメラ、ニューコンテンツ。カメラが表示されている場所では記録を残すことができます。ターゲットは左上で確認できます。はい、スペースで焦点を合わせて手を離すと写真を撮影できます。緑色の表示になるタイミングに合わせて撮ってみましょう。うん、これでフォーカスして、フォーカスして、これでいいのか。おぉ、魚人族の古代壁画、撮りました。ん？あそこの床にも何かあるな。おう、さらなる魚人族の遺物かもしれんな。持ってきてくれ。わかった。ここでは酸素減らない感じ？親切。はい。古びた魚人族の遺物。魚人族の記録室で獲得した苔に覆われた遺物。古びているがオーラが漂っている気がする。あ、また、囁き声が聞こえる。また前に聞いたあの音が。うむ、魚人族の文字がぎっしり詰まった記録室か。一体どんなことが記されているのやら。それより何か音がしませんでしたか？音とはなんだ？無線からは何も聞こえなかったが、とりあえずボートに上がってこい。おお、これで調査がぐっと進みそうですね。あの小さなささやき声のような音、あれがめっちゃ気になる。何者かに監視されているのかもしれない。いやー、ワクワクしますね。深海探索。はい、鍾乳洞窟に戻ってきました。まあ、もうあとは帰るだけ。帰るだけなので、適当に魚を取って上に上がりましょう。フグ！フグ刺し食べたいな。唐揚げも美味しいですよね、フグって。久しぶりに食べに行きたいな。お、設置型トリガー爆弾。範囲内の獲物にダメージを与える。そんなものが使ってみたいけどな。設置型か。どんな風にやるんだろう。ちょっといまいちイメージがついてないんですけど。はい、もう積載できなくなってしまったのでだいぶオーバーしてる。帰りましょう。いやー、収穫があってよかった。はい、戻ってきました。お、早速博士。やりましたね。ふむふむ、魚人族の遺物か。ふむふむふむ。実に興味深い。喜んでいただけて何よりです。壁画の写真とまとめて私の研究室で分析を進めるとしよう。近いうちに連絡しよう。待っていてくれ。頑張ってください、研究。結果を聞くのが楽しみですね。お、なんだ？観光客？セーブ。へいへい、そこのあんた。海で爆発音が聞こえたが、何があったか知らないか？我々はシーブルー。この美しい海を汚す者を見つけ出し、告発する団体だ。怖い。過激派だ。ジョン・ワットソン。いかついですね。とりわけ悪質な奴には、我々が鉄槌を下すこともあるぜ。この付近で見境なく環境破壊を繰り返す者がいるという垂れ込みがあった。それがあんたという確証はないが、しかと覚えておくがいいぞ。この偉大な海を傷つける者は、シーブルーと、このジョン・ワトソンが決して許さないということを。では、いつも海に感謝し、愛する気持ちを失わないことを祈る。今日のところは失礼するぜ。見張らせてもらうぞ。怖い怖い。過激派だ。まあ確かに爆発はあんまり良くなかったけどね。気をつけないと。なんか不気味な人でしたね。僕たち大丈夫なんでしょうか。悪名高い団体だからな、シーブルー。環境保護という名目で暴力も辞さないという。実のところ環境破壊を招いているのは君のような小規模の漁業従事者ではなく、大規模操業をやっている企業のはずだが、そっちには文句の一つも言わない連中だ。あー、言える相手に言ってる感じなんだ。実は裏で活動資金をもらっているとか、何やらきな臭い理由があるのかもしれん。いかにもやばそうな雰囲気でしたもんね。あんなのに目をつけられるとろくなことがないからな。気をつけた方がいいぞ。気をつけよう。どう気をつければいいのかわからないけど。レッドスナイパーあと一つだ。やったね。うん、眠り深。今回も取れました。割とお魚も大量だったんじゃないでしょうか。大西洋サバ初めてだったんですね。うん。で、まだお昼なので、ダイビングができると。では、今回は特にクエストもないので、気ままにお魚取っていきましょう。はい、ダイビング、スタート。巨大ブルーホール。まあ、やっぱ高く売りたいから、ちょっとまあ深めとまでは言わないけど、下の方に行って取りましょうかね。ウツボってさ、もしかして爆弾とかでやっつけたりするのかな？なんかそんな気がする。爆弾見つけたらウツボのところに行こう。ね。もしかしてさ、こういうタツノオトシゴとかエビってさ、網で捕まえるのかな？ネットガンじゃない使うのって。なんかそんな気がしてきた。今度持ってこようかな。ねえ、そうしよう。爆弾見つけたー。爆弾見つけちゃいました。やったー。でも荷物重いんだよな。ウツボのとこまで行けるかな。ウツボはもうちょっと浅いところにいるはずで、さっきのウツボどこいたっけな結構移動しちゃいましたよね。ウツボどこにいるんだ。荷物重いから移動速度が遅い。いた、ウツボ。ここにウツボいるじゃん。ここで爆弾を設置していて自分が食らっちゃった。しかもウツボに当たらなかったですね。どうすんだろう。どうするんだろう。ここら辺に置いて、自分は急いで離れて、あ、ダメだ。いや、当たってないのかな？設置場所が良くないっていうことかな。ネットじゃないよね。いやー、何なんだろう。捕まえ方、もうちょっと考えないとですね。じゃあ、今日はこんなところで帰りましょう。船に戻る。はい。オニカマス捕まえましたね。でかいの。いい感じです。OK。夕方になったので、お寿司屋さんに、あ、応募者リスト来てますね。確認。よっしゃー。なんか、結構能力値高い人来てくれてませんでした？私の見間違いでなければ。はい。あ、誰か来た。うわー。VIP 登場、ヴィンセント美食家。おはようございます。視聴者の皆さん、NDC がお送りするスター・ザ・シェフのリポーターゆいです。今日は近頃クックスタで話題沸騰中、海辺の寿司バー、番茶寿司にお邪魔しました。異色の寿司で有名なここ、番茶寿司に、伝説の寿司評論家、ヴィンセント山岡先生をお招きしています。うむ、ヴィンセント山岡である。よろしくお願いします、ヴィンセント先生。先生は寿司というものをどう定義されますか？寿司という料理は非常にシンプルだ。シャリと酢、わさび、その上に乗せた魚の身、それだけで全てが決まる。But、シンプルであっても、決して簡単な料理ではない。Listen、いかにいい素材を使ったか、いかに保管し熟成させたか、いかに刺身を切り、いかにご飯を炊いたのか、それをいかに握ったのか、その全てが寿司というテーマをなすのである。イエス。なるほど。では、この番茶寿司の名物、異色のネタを使った寿司についてはいかがお考えでしょうか？寿司のネタには古来より魚の王であるマグロから取れる大トロ、他にはヒラメやブリといった赤身の魚と白身の魚、さらにはアナゴ、イカ、エビ、卵に至るまでおなじみの素材が脈々と受け継がれている。You know. 江戸の世から続く伝統の素材を差し置いて新しい素材を使うなど、味を論じるまでもなく寿司という料理への敬意が欠けているとみなすほかない。ノーリスペクト。先生は以前カリフォルニアロールについてもこんなものは寿司でも何でもないと批評されていましたね。この番茶寿司に対してはどういった評価が下されるのか非常に気になります。さて、では今日の主人公を紹介しないわけにはいきませんよね。店主の番茶さんです。むう、いささか面食らっているが、拙者は番茶とも取材依頼とかがあったわけじゃないんだ。寡黙な方なんですね。でもその分、料理で語るというポリシーを感じます。巨大ブルーホールの素晴らしいビューを持つ寿司バーと職人気質にあふれたシェフ。お味はどうか本当に気になるところですが、ヴィンセント先生、どの料理をお召し上がりになりますか？こんな浮ついた場所のメニューは目を通す気にもなれん。そこの番茶と言ったな。Your name。君の腕を見せてもらおう。Let me see。このヴィンセント山岡の度肝を抜く料理を出してみろ。おお、ヴィンセント先生の大胆な挑発。シェフにお任せを頼みました。なんたる強量な物言いか。こうなれば拙者も黙ってはおれん。2日の時間を頂戴したい。必ずや貴殿の度肝を抜く味を用意してみせよう。伝統の美食家と異色の料理人の対決、手に汗握る展開になってきました。次回は生放送で勝負の熱気をお届けします。スター・ザ・シェフ、次回もお見逃しなく。2日間の間になんか材料、特別なものを調達するんですか？あんな単価を切ってよかったんですか？何か考えがあるんですよね。男たるもの、挑戦は受けて立たねばならぬ。もちろん考えはある。ネタを仕入れてもらえるか？必要な素材は海ぶどうと南洋タコクラゲだ。あ、いるんじゃない？どちらも水深 100m あたりの鍾乳洞で採集できるはずだ。南洋タコクラゲは必ず生け捕りにしてもらいたい。麻酔銃やネットガンの類が必要になるだろう。そんな素材で寿司を握るなんて。わかりました。鍾乳洞ですね。探しに行ってみます。OK。生け捕りですね。任せてください。ニューコンテンツ VIP。メニューにない料理を注文する VIP 客が訪れることがあります。指定の日付までに料理の食材を用意しておきましょう。わかりました。お任せください。まずはスタッフ確認。この人やっぱり能力値高い。パイさん。この人にしよう。採用。採用費が足りません。え、待って待って待って。待って待って待って。え、食材売るとかありましたよね。ちょっと待って。あといくら必要なんですか ?67。あと67。ちょっと待って。あー、でももうショップやってないわ。もうショップやってない。どうしよう。これ、売る。あ、67も。あ、でもいけるかも。ちょっと、たくさん持ってるやつ、売るわ。売るしかねえ、これは。お金、手に入れました。売りました。開いて、パイさん。選択採用。サインしましょう。契約です。よろしくお願いします。よくぞ来てくれました。来てくれた。で、スタッフを配置ですね。厨房に行ってもらいましょう。料理もできるし、配膳の方がちょっと高いけど。いやー、よかった。もうお金ないから、今回は雇えませんね。新しい食材いるかな？まあ、特にいないですね。で、料理研究が、島味の昆布お茶漬け。いいですね。昆布だしにご飯を浸し焼いた島味を乗せた料理。昆布と焼いた魚の奥深い香りが、五臓六腑を癒してくれる。いいですね。研究しましょう。では、メニューを決めていきましょう。在庫あるやつ、ちょっと売っちゃったからな。レベルアップちょっと厳しいけど。まずは、オニカマスのお寿司。そして、赤もんがらの塩焼き。いいですね。美味しそう。そして、眠りぶかの頭、丸焼き。島味の、これ、お茶漬けやっちゃいましょうか。いいですね。今回かなり利益が見込めるんじゃないでしょうか。あんこういってみよう。あんこう寿司。そして、眠り深のお寿司も出しちゃおう。よし。これで、営業開始。二人とも、スタッフさんよろしくお願いします。オープン。今回は、いい営業になるんじゃないか。お茶、お待ちください。お待ちください。お茶が。よし、このぐらい。ナイス。パーフェクト。はい。お茶を出しします。よっ、このぐらい。ナイス。よしよし。お茶お待ち。このぐらい。ナイス。よし、料理はすごい勢いで溜まってますね。私ちょっと奥の方に持ってくから。あー、疲れちゃった。よいしょ。よいしょよいしょ。あー、でもこれでも間に合わないかもって感じですよね。まずい。かなり忙しいですね。かなりの忙しさ。追いつかない追いつかない。よいしょ。奥に行きますね。よいしょ。あー、私片付けもしなきゃいけない。はい。ああ、いい感じに回ってる回ってる。ナイスナイス。はいはい、お待ち。お待たせいたしました。よいしょよいしょ。急いでデイブ。早いって。ああ、よかった。ちゃんとさばけたんじゃない？お客さん。めっちゃ忙しかった。わさびもギリギリだしね。おー、営業終了しました。お、結構いいね。たまりましたよ。おー、めっちゃ利益上げられた。よかった。従業員雇うことできて。星5、行きましたね。ナイス。お、これは魚人族。おー。服、着てるんだ。え、やばい。ええー、巨人族滅んじゃうかも。協力してあいつを倒すみたいな展開になったりするんかな。お、博士よう、デイブ。はい、博士デイブ。はい、いい知らせを教えようか、悪い知らせを教えようか。いい知らせでお願いします。あは、君はポジティブな男だな。ひとまず昨日君が持ってきてくれたブレスレットを鑑識してみたが、予想通りこれは魚人族のものだったぞ。おお、それじゃあ古代の遺物なんですね。このブレスレットには謎めいた不思議な力が宿っているらしい。さあ、これは君が身につけたまえ。はい、僕が？どうして僕にくれるんですか？ひょっとすると魚人族の恐ろしい呪いがかかっているかもしれないからな。はは。まあとにかくまずは着用してみたまえ。え、これなんか輝いてる。魚人族のブレスレット。ブレスレットの形をした魚人族の遺物。神秘的なオーラが呼吸を補助する。酸素切れ後も一定時間生存。あ、いいじゃん。いい効果だ。お、なんか体に新しい力がみなぎってくる気がします。はっはっ、特に問題がないようで何よりだ。着用したお守りアイテムは保管箱でもっと詳しく確認できるはずだ。あ、それからもう一ついい知らせがある。異物と調査内容を分析してみたところ、この深海で非常に強力な信号を確認できたのだ。ここで合っていたわけだ。ただ流されてきたわけではなかった。この突如発生した巨大ブルーホールが今まで近づきえなかった魚人族の遺跡跡への通路になってくれたものと思われる。これは実にラッキーなチャンスだ。それってつまり僕が危険な場所まで行かねばならないという話のような。それじゃあ悪い知らせは一体何なんですか？深海へ向かうには深海用ヘッドライトが必要なのだが、今はどういうわけか宅配便が止まっていて手に入らないのだ。ダフのところにないでしょうか。いろんなガラクタを溜め込んでいるようでしたし。そうかもしれんな。早速ダフに連絡してみたまえ。嵐のようにやってきて去っていったな。ダフのピンク宅配5風インベントリーで5風アイテムの着用と変更ができます。ゲーム進行が快適になる様々な効果が得られるので、獲得した場合は忘れずに着用しましょう。了解しました。もうこの5風は装備してありますね。はい、それでは今回はここで区切りたいと思います。次回はさっきの博士のお話の通り、ダフに電話して、またメインクエストも進めていきたいですね。そんな感じでここまでご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画やライブ配信でお会いしましょう。バイバーイ。